まずこちらいただきます。一番搾りプレミアム、おー、乾杯です。あー最高ですね。あー大東品東北産ホップシュワスです。めーぜちょっと今日こちらをいただこうと思って、でれってれん、やばそうですねこれうーん、ちょっと風になびいてるんですけど、焼きそばの激辛マックスエンドジエンドさんですねこれちょっと今水切りしたんで、ちょっとソースを、ね、入れていこうと思います。キー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 ってなんかカーチェイスみたいな音もするんですね。激辛エンドソース、真っ黒なちょっと怪しげな液体をちょっと入れていきたいと思いますこれちょっと半分ずつ入れて、おー濃厚、もう赤って言えば黒いですねソースが黒みがかってますね。いやいやいや、あでもなんか匂いはさほどですね、うん、匂いはさほどの感じですね。あー最近だんだんやっと涼しくなってきましたね鈴虫の音色とともにお送りしますみたいな、やっぱ外飯いいですね開放感があって、あでもなんか色とかはどうなんですかね、これ普通の感じですね。あー匂いはでもちょっと来ますね、すっかりっぽい匂いがしますねうん、私納豆とか混ぜててもなんか待ちきれなくてもちょっとある程度 2,3 回混ぜたらもう食べる派なんですよね。ちょっと待ちきれないのでこれもいただきますいただきます。ちょっと怖いのでちょっとあんま大口でこれぐらい最初いきますね。うん、あー辛い。ジエンドってどういう意味なんですかね、もうこれでファイナルみたいな、これで終了みたいな感じですかね。うん、エンドってピリオドって感じですかね。辛いのはもうこれで最後やでみたいな感じですかね。あビリビリして美味しいですね。結構なんかキャベツとかなんかこうひき肉ですかこれ。ちょっともう具も入ったぐらいにして美味しいですねあーでもそこまでですね。うわちょうどいい辛さです。ちょっと辛かったらまずいなと思ってこれも買ってきたんですよね、赤玉パンチ辛すぎたらどうしようと思って。あープレミアムさんもこれやっぱ濃厚ですね、なんか濃いですね。やっぱ 5.5% だけどなんかめっちゃプレミアムコクがありますね、プレミアムさんのやつ。あーでも結構後から来るかもしれないですねこれ、後から系ミュージシャンですね。辛いもの好きにはいいっすね、本格的な辛さ。ちょっとビリってきたところでじゃあ赤玉パンチだね、乾杯でーす。あーローソンさんでゲットしましたね。あーやっぱ氷欲しいですねもう赤玉パンチ、これお店とかでたまにマニアックですよねこれ。でも置いてあるとこで飲んだ時ありますけど、ワインサワー甘い系ですね、ブドウが入ってますね。後からビリビリ来てるがやばい。あーちょっと調子こいでこれ向かってきたんですよね。あー今日今宵はもう激辛、ま、夜じゃないですけど激辛祭りじゃないってことで、やばいよやばいよマジ激辛チキン味やばいよやばいよ。ちょっとこれもちょっと50円引きだったんで、50円引きだったんでちょっとこれも買ってきましたけど、あー今後からめっちゃ来てますねこれ。あーやべえ、もう火入ってますけどちょ
あーやべえこれ、後からめっちゃ来てますね。ねえ、いただきます。やばい、もうすでに私がやばいよやばいよなんですけど、うん、なんか狙ってもないんですけど激辛祭りになりましたね。発売60年目ありがとうって感じ。あ、出川がこれプロデュースさんですね。ちょっと50円引きにそそられて買っちゃいましたけど、めっちゃビリビリする、やべ、あーこの甘いの買ってきといてよかった。うわこれめちゃくちゃ辛いっすね、やばい、口がビリビリしてますね。ラーメン屋さんとかでもマックスの辛さで、あの食べた時あったんですよ、 なんだマグマとかっていう、もうここがビリビリして麺すすれなかったですもんね。うん、ビリビリして麺すすれないわ。ここの耳のとこがなんかおかしいですよね、耳が痛くなるって、耳がちょっと若干こう線がこう聞こえなくなるんですよね。耳にも苦しい、口にも苦しいみたいな、ちょっと今それ思い出してますね。うわやっぱ辛い、めっちゃ唇にくる、あまり口につけなきゃ食べれそうですね。ちょっとうまく、ちょっとあの渡辺直美さんチックに、あの唇につけずに食べれば食べれそうですかね。うんうん、西村智美スタイルでこう、あの方も麺すすれないみたいですもんね。韓国人とかも結構ドラマとか見るとこうやってカップラーメンとか食べてますよね、こうねじってなんか唇につけないようにして食べれば食べれる感。うんうん、ここだけやばいっすもん。誰かメンストレーターめみたいな。あのこれ食べるときには多分あのリップクリーム必要っすね、薬用の。下とかはそんなでもないですけど、ああという感じでゆっくりあの癒されながら食べて飲んでいきたいと思います。ではまたー。